エスタディオエスコルピオで行われる本日のゲームです。この時間は日本対デンマーク、こちらの一戦をお楽しみいただきます。デンマーク国歌お聴きいただきます。続いて日本国国歌です。このゲームは 4-3-3 のシステムで今日来ているんですが、北澤さん。そうですね、まあ、どこからでも攻撃の起点を作れるということですよね。やっぱりサイドバックもしっかり相手のサイドバックもマークをしなければいけなくなる。そこにドリブルとかやっぱり上手い選手がそこに配置されているので、はい、まあ、サイドからセンターから起点を作って得点の機会を作りたいというところですよね。かなり積極的な布陣と見てもいいんでしょうか。まあ、どちらかというと攻撃的な布陣になってますよね、はい、でそこからどういうふうにその攻守のバランスを取っていくのか、どういうふうにこれはゲームを見ていけばいいんでしょうか。まあ、4-3-3 の中盤の3ですよね、このインテリオールがやはり中盤、そしてまたディフェンスとのつなぎ役目になれるので、うん、ここが機能しないとそのツリーラインということは保てなくなりますから、はい、中盤が大事になってきますよね、うん、さあファーストハーフ見ていきましょう。日本対デンマーク、エキシビションマッチです。この序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよ ね、 そうですね、自分たちのフットボールをする、うん、そのためにはまずファーストシュートを狙っていくことですよね、はい、まずは立ち上がりです。デンマークここでファールをもらいます。ケア、ホイビワ、エリクセン、デラネイ、サイドを使います。足元大事に行きます。エリクセン、ミドル、川島のセーブ、クリアです。中人数揃っている。森田、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ダニエル・バス、デラネイ、森田、ここはいいプレスで奪います。ブライス・ワイト、どうする、大迫、古橋へ、左サイド上がります。さあ中はいる、さあ中央、ヘディング、大迫、ピンポイントで合わせてきます。まあ、サイドを、ね、うまく使った攻撃なんですけども、ボールの出所、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前のマーク、この辺をしっかり守っていかなければいけませんよね。日本、決定的なチャンスを収めることができませんでした。ホイビワ、デラネイ、これもファールですもんね。
ケア、ボールを下げてリズムを作るか。ホイビはサイドへ、ダニエルバス、撫でるようなボールタッチ。ホイビはユスフ・ポウルセン、デラネイ、日本アワヤというシーンでしたが、ここはしのぎます。前半序盤、今日は両チームとも1本ずつシュートを放っています。立ち上がりから両チームともフィニッシュまでの形はできてますよね。点の取り合いを期待したいところですね。サイドを使います。ここで前を抜けるか。ブライス・ワイト、デラネイ、ブライス・ワイト、ホイビア、ユスフ・ポウルセン、ダニエル・バス、ユスフ・ポウルセン。前半の14分を過ぎたところです。ホイビア、柴崎、カーテを使います。前半まだ両チームともスコアレスな展開です。デラネイ、ブライス・ワイト、エリクセン、ダニエル・バス、細かいパス回し、シュート。いやー、今のは北澤さん、ファインセーブでしたね。いや、今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。デンマークが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。ここで丁寧にボールを扱う。ボールが迫る、シュート。すごい反応を見せました。そうですね、難しいボールでしたけどもね。いや、よく取れましたね。日本チャンスを迎えたシーンがありました。ケア、長いパスがつながります。デラネイ、ホイビワ、エリクセン、ホイビワ、エリクセン、デラネイ、シュート、川島英二、これよく止めましたね。いや、よく止めましたね。ファインプレーですよね。ミドルシュートに行きました。デラネイ、ブライス・ワイト、エリクセン、ブライス・ワイト、サイドを使います。ここは間合いを取る。デラネイ、ブライス・ワイト、ホイビワ、サイドへ、ユスフ・ポウルセン、ホイビワ、ユスフ・ポウルセンからダニエル・バス、さあエリクセン、さあどこに出してくる。プレスからボールがこぼれる。伊藤、南野、長友へ、大迫、さあどうする。南野へ、ミドル。いや、決定的でしたね。体を張ってゴールを守る素晴らしいディフェンスでしたね。大迫、シュート、枠には行っています。
デラレイ、デンマークが最終ラインまでボールを下げる。ブライス・ワイト、デラネイ、チャンスを演出できるか。スペースを狙った。ここ拾って次につなげたい日本。エリクセン、ブライス・ワイト、エリクセン、どうする、シュート。いやー、これよく止めましたね。いやー、いい反応ですよね。アニセーブですよね。これはデンマーク入ってもおかしくない決定的なシーンがありました。ウルハシ、左側上がる、ウルハシへのボール、長友、ボール入るか、長友からウルハシ、上げる中央へ。デンマークはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。大きく縦へ、ブライス・ワイト、スコアこそまだ0対0なんですが、前半ここまで両チームとも見どころの多い展開です。シュートっていう点で見ると、ミドル残ってる。酒井、酒井一人で駆け上がる、柴崎へ、柴崎から古橋、長友、南野へ、森田、中央からディフェンスをものともしません。さあどこに出してくる。ホイビは右サイド上がる、柴崎、いいプレッシャーです。長友、長いボールを送ります。柴崎へ、森田、南野へ、酒井へ。ボールの奪い合い、激しいものがあります。ここでファールがありました。レフリーの注意が入ります。これはしのぎたいところ、今日最初のチャンスです。この1本目どう、直接デンマーク、森田、体を張ります。ここでレフリー、前半終わりの声を吹きました。まだスコアレスです。さあ前半が終わりました。かなりの打ち合いになりましたよね。ただ守りの観点から言うと、簡単にシュートまで持っていかれているということですから、お互いに楽観視はできない状況ですよね。日本対デンマーク、0対0のまま後半に入ります。さあ後半キックオフ、まあ非常にタイトなゲームになってますけども、後半立ち上がり非常に大事ですよね。そうですね。中上げる、ボールをクリア、シュート。まあ、どんな状況でもどこからでもゴールになってますからね、意識高いですよね。ウルハス、柴崎、長友へ、エリクセン、ケア、縦へのボール、ホイビは、柴崎、
古橋へ、ホイビオ、ユスフ・パウルセン、エリクセン、さあ右へ預けてサイドのスペースへ走らせる、ブライス・ワイト、エリクセン、拾いたい、一瞬のクリアですよね。長いボール縦へ、酒井から大きく縦へ、ゆるく狙ったボール、もう一つ前に行きたい、エリクセンからのフィードボール、ブライス・ワイト、中へのクロス、日本はここクリアで難を逃れます。酒井、伊藤、裏へ届くか、この位置でボールを受けます、中央へ、スーパー、ブライス・ワイト、デンマーク、なかなか前にボールが運べません。長いボール縦へ、長友、長友へ、長友へ、柴崎から大迫、シュート、シュマイケル、いや、いい反応でしたね北澤さん。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これバサキから酒井、クロス合わせてくるか、南野、吉田、南野へ、森田、伊藤へ、スペースを狙う、伊藤、デンマークは先ほどから前線の両サイドがワイドに開いているように見えるんですが、北澤さん、どうご覧になりますか。確かにサイドに張ってますよね、こういう場合は少ないタッチ数で素早く展開すると効果的ですよね。なるほど、そうすることでサイドで有利な状況が作りやすいということなんですね。はい、素早くサイドチェンジをして反対側の選手にボールを渡すことができればチャンスになりますからね。まあ中盤から長いパスで裏を狙ってみるのも面白いと思いますけどね。まさにそこが狙いどころですね。そうですね、ミドル、うお、カスパー・シュマイケル、大きく前線へ、ブライス・ワイト、打つか、フリーダ、クロスを選択、吉田、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。柴崎、南野、南野から長いボール縦へ、両チームゴール前での激しいせめぎ合いが続いておりますが、依然0対0のままです。日本としてはだいぶ打たれてますし、体力的にもきついと思いますけどもね、まだ 0-0 ですからね。シュマイケル、デンマーク、ここは大きくクリア、危ないシーンでした。ケア、ダニエル・バス、長いボールを送ります。板倉、一旦戻します。縦へのボール、エリクセン、裏を狙う、このボールはカットされます。エリクセンからのパスは通りませんでした。柴崎、長友へ、吉田、吉田から縦へ、インサイド上がっていく、
まだボールをキープ、スルーパス、ここはキーパー処理しました。柴崎、古橋へ、古橋から南野、仕掛けるタイミングを図る、中は枚数いる、さあどうする、チャレンジはしません、後ろに流す、デラネイ、大きく縦へ、森田、激しいボールの奪い合い、長友、長友から古橋、一旦前を取る、上げてくる、どうだ、このクリアボール拾いたい、ここはすぐ奪い返します、日本、南野から古橋、長友へ、長友から南野、南野から左サイド、ここで丁寧にコントロール、中は枚数います、さあ左へ預けて、中に合わせてくるか、中で味方の選手が待っている、つながります、さあ左サイドへ、丁寧に足元を使う、枚数いる、中につなぎたい、どうする、ミドル、枠は完璧に捉えていました、ブライス・ワイト、どこを使う、ボールを下げてリズムを作るか、エリクセン、ケアから大きく縦、ユスフ・ポウルセン、激しいボールの奪い合いです、日本はメンバーチェンジがあるようです、一旦前を取る、ユスフ・ポールセンからダニエル・バス、広くピッチを使えてますよね、撫でるようなボールタッチ、中は枚数います、この柔らかいパス、中央へ、ボールはクリア、酒井、このボールをカットします、チャンスでしたけどもね、残り時間ありませんから決めたかったところでしょうね、サイドのスペースを使います、足元大事に行きます、中で味方の選手が待っている、伊藤からファーへ、このクリアボール次へつなげたい、一人で持ち上がっていく、サイドを使う、ブライス・ワイト、しかしこれよく止めましたね、いやこれぞ守護神ですよね、素晴らしい反応ですね、鎌田、柴崎、森田へ、長いボールを送ります、ここ拾って次につなげたい、デンマーク、南野から左へ、いいとこまで行ったんですけどもね、あとワンプレーあるかな、イエローカードです、
を拾いたいデンマーク。危ない、ちょっと浅いか。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。緩いボール、おっとエリクセンからのクロスボール、吉田、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。鎌田、いいプレッシャーです。長い長い笛が吹かれました。試合終了です。0対0、今日のゲームはスコアレスドローという結果で終了しています。さあ北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。当然決着はつけたかったんでしょうけども、お互いに譲りませんでしたよね。内容を見てもそれぞれチャンスはありましたから、この引き分けは悔しいでしょうね。はい、ありがとうございます。さあ皆様、お別れの時間となります。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。本日はありがとうございました。いえ、どうもありがとうございました。両者無得点のまま試合を終えました。